どこ行きますか。じゃあ1店舗目。そうだよ、そこを定めないと。みんな何の気分だい。気分とは違うかもしれないんだけど、うん、俺知り合いがいる店がいいなと思って。それは間違いない。緑町のマックとかどうすか。うわ、チェーン店は厳しいんじゃないですか。いや、そこをやっぱ1店舗目に攻め込みに行こうよ。そうだよな、どっちの意見もあるな。これは知り合いがいる店ってあんまないからありかもしれないね。底辺 YouTuber の時代からさ、企画取らさせてもらってるわけやん。で、ゆうたもさ、昔バイトしてたやん。まあ、あと中野働いてたし。もっとね。うん。だから、まあ、よしみで、ケチャップ多めにつけてくれるとかでもサービスじゃね。確かに。確か。うん。でも、チェーン店ってできんのかな。いやー、どうなんだろうね。まあ、問題になりそうだけど、ね。そう。そのお店に責任がある。うん。言っちゃうかもね。まあ、一応言ってみるだけ言ってみる。うん。サービスしてくださいとはさ、言わなきゃいいやん。一応テレビ出てきました。普通にさ、流れゆく日々の中にさ、テレビが入ったからさ、あの流れていってしまいそうだけどさ、抹茶すごいことやな。いや、マジ抹茶すごいよ、これ。昔から見てるテレビに俺らが出てるっていうのはありえないことだから。だいぶ流行ってる番組だしな。あ、そうだね。俺は今後テレビ出ていくんかな。いや、どうなんでしょうね、これは。でも俺は、個人的に5人だからめっちゃ楽しかったみたいなとこあるかも。あー。一人だとどうなってたんだろうね、これ。そう、一人だとさ、やっぱ緊張するしさ、構えちゃうやん。けど5人だとさ、5人の空気感作れるやん。それめっちゃ強いなと思って。だから5人で出たいな。5人か。どうしよう。一人で出たいですか。いや、ってことはもう5人で出ることは最初で最後だったのかなと思って。どうしようどうしようどうしよう。いや、僕ちょっともうテレビをね、今後控えていこう。なんで。まあね、テレビはね、好きなんですけどね、うん、やっぱこう、出るんじゃなくて見る立場で居続けたいなと思って。なに、急にどうした。ごめんね。ごめんにゃって言ってたよ。ごめんな、もう出ることはできねえんだ。いや、まあでもそれはあっちゃんが決めることじゃないから、チームで出るってなったら出るよ、あっちゃん。いや、まあそれはそうじゃね。本当に出ないの。あっちゃん出ないなら、ゆうまも出ないよ。なんで。おい、出ろ。出ろ頼むから、出ろ。そうだぞ、その3人とかで呼ばれる枠があったとしたらそうなってしまうんだから、青桐が意欲的にやんないと俺らは死ぬんだぞ。俺ら死ぬんだ。ニコイチみたいになるよ、やっぱ。そうだよね。キャラクターに差があるとかじゃなくて、やっぱ喋れる量に差があるから、あっちゃんが出ないとなったら、じゃあ、あの横にいる喋んないノッポもいらないかってなって、キャスティング側はユーマも外すから。ちょいそれ正解。いや、まあそのあんま使わないで、もうあんまちょい使わないでください。大丈夫、出るで大丈夫ね。出ます。オッケー、ありがとう。助かったね、ユーマ。でもこれ、ユーマがテレビでダメなこと出れなくなった場合、あっちゃんも出れなくなる。うわ、道連れかよ。なんでだよ。すまん。100% でユーマの責任だろ。けど、ユーマ一人だけいないっていうのは変だから、じゃああの横にいる顔四角いやつも外しちゃおうか。ちょえ、誰か四角いね。そのちょえいっぱい使わないで。もう恥ずかしいから。だから、まあ生放送俺出れないじゃん、多分。あ、マジで出ないね。アムギリも生放送出れない。あっちゃんの夢が。うわー。